アンバスちゃん。はい、皆さんこんにちは。アンダーパスのマー君とミカと、そして西部さんです。よろしくお願いいたしますさあ今日はね、僕らアンダーパスの、まさに何て言うんですかね、育てていただいた地と言っても過言ではない盛岡が、日本に誇るもうまさにジャズの聖地スペインクラブ、そしてオーナーの西部さんにご登場いただきました。西部さん、改めてよろしくお願いします。よろしくお願いしますさあ、ミカちゃん、そうですよ、西部さんは私の盛岡のお父さんなので、いやまあもうね、西部さんのことをもうそういうふうにね、思ってる人たくさんいますね。たくさんねおられますけれども、僕らも本当にね恐縮ながらたくさんお世話になって本当にありがとうございます。大きくなったねいろんな意味で特にこちらの方本当ですか。本当1位やから、ね、そうですね、もっと大きくなってましたけれどもね、お届けしたいわけですけれども、じゃあ今日はね、どちらかというとミカちゃんの方から西部さんとトークセッション、ね、フリーでね、やってますけど、うん、もうね、スペインクラブさんは、はい、私たちも、まあ、師匠からね、連れてきてもらって、はい、あたち普通だったら入れないわよ、こんなところって言われつつ、もう入り浸るっていうですね、懐かしい盛岡に住んでた時は、うん、ここに来て一人でまかないを食べて閉まるまで、はいはい、帰るよって言われるまで、ね、ものすごい近い距離で、最大でも西部さんどれぐらいキャパシティとしてはそうですか。はい、あのバンドの編成にもよるんだけど、まあ、普通のカルテット4人、はい、であれば牛乳すれば60名ぐらい。ただ今そのまあ今ですね10人とかで、はい、今はねもちろんねこうやってコロナの、ね、コロナ禍の状態なので、まあ世界中の、イベント、まあ、ソーシャルディスタンスということでね、あのもちろん93密はできるだけ避けてということで、皆さん営業されてるわけですけども、まあ通常時に戻れば、まあ、60人ぐらいは入れるというキャパ。ただ60人で世界一流のプレーを間近で見れるっていう、うん、超プレミアムだね、ミカちゃん生のものをね、うん、感じてほしいよね。うん、やっぱりそのためにはこのくらいがちょうどいいんだよね。うん、ジャズとの出会いっていうのは、まあ、僕の音楽人生で、まあ、衝撃でしかなくてですね、うん、西部さんに教わったことで、うん、私たち の、はい、あのまあ、音楽活動とか、はい、本当にしっかり教えてもらったなっていうところは、うん、はい、やっぱりあのお金をいただいて演奏するっていうことの心構えを教えていただきました。確かに音楽ってやっぱりさ、頑張る絶対的に一発勝負ね。だから1000回以上のステージを積んで、そこの中に1回でも満足できるステージがあれば、その時に聴いてくれた人はもう最高なわけ。うん、ただもうやっぱりね、やる側は絶対そうできないよ。そのベストのことは絶対できないけども、毎回なんかできないけども、その気持ちを持ってるんだよ、ね、それとあそこね、カエルがね7匹ぐらい並んでる。あ、そうなんです。カエル、あの映しましょうか、せっかくなんで。でしょ、はい、このカエル、あれってさ、僕の誕生日のさ、あの誕生日のね、これ皆さん、うん、そう、これカエルがね、これスペインクラブさんに、あ、これね、見えるかな、これちょっとね、今あね、明かりがあれなんでね、あ、けど引けば、あ、見えますね、見えますね、あ、見えます、見えます、あ、全然見えます、見えます、あ、見えました、見えました。これはですね、はい、私が西部さんにね、あの誕生日のもとに、これは実はライトなんですよ、あの電気が光るわけ、通電するとね、そうで、西部さんがね、あ、ちょっとこれ、ね、それとこれ、じゃーん、じゃーん、そのね、カエルがいなくなっちゃったのよね、全部ね、買っちゃってね、これが、ミカちゃんが実は作った西部さんの西部さんと、じゃあこれ二層紙ね、うん、いやこれね、これ最初はこのサックス吹いてるね、カエルをね、どうしても西部さんにプレゼントしたかったらしい。だけれども一人だから寂しいからって言って、一個ずつね、誕生日に毎年ね7月に買い足していって、そうでもうこのシリーズがなんかなくなっちゃうんだよね。だからそうね、じゃあこちらも連れて行きましょうか。私はね、盛岡に
なかなかね、いなくなっちゃう、ね、マー君。そうだね、僕と結婚、してしまったがためにあ、たてさん、たてさん、どうもこんばんは、スーパーシェフのたてさんです。皆さん、最高ですね。おいでください、みかちゃんと西部さん。はい、こんな感じでね、今撮影させていただいてますが、改めてじゃあ定点にもう一度戻させていただいて、はい、じゃあ僕も入ります。あの、私たちの音楽がちょっと不釣り合いなんですけど、一度ね、貸していただいてね、やったやった、ね、こちらでも演奏させてもらったりとか、うん、器が大きすぎるありがとうございます。いや、私たちの ね、あのお願いした演奏もやっていただいたりとか、もう玲子さんによく言われるんですけど、糸って曲なんですよ。はい、はいはい、ね、あの曲の俺すっげえあそこで演奏してものすごく好きなの。あ、本当ですか。ほとんど誰が歌ってるかも分かんなかった、うん、まあ、そういう世界にね、よく撮ってるの、うん、それで今でも好きだしね、うん、で、あ、こういういい歌があるんだなと、いい曲が中島みゆきさんのね、それこそ糸でも名曲、中島みゆきさんって顔も何も分かんないまだね、あの曲で分かってる。なるほど、ね、いい曲をねねいやー、ね、僕はそのロックンロールから入って、まあ、それこそ R&B ヒップホップとかがあのメインで、どちらかというとやってこなしまってきた人間ですけども、うちの師匠がソウルシンガー、ジャズシンガーであるっていうところから、このスペインクラブ、ね、連れてきていただいて、まあ、本当にいや、こんな世界があるのかと。そうだよね、うん、もう本当にびっくりポンですよ。びっくりポンですよ。私はまさひろ君より年上だけれども、はいはいはい、まさひろ君がね、二十歳そこそこの時にやっぱりこういうところに自分では入ってこれない、うん、いやー、これないね。だけど西部さんは本当に若い世代を育てるのにすごい積極的っていうか、もうどんどんこう生の演奏の、魅力だけじゃなくて実力をこうね、上げるっていうのがずっと取り組んでますよ、うん、本当にありがとうございます。なんか今日ね、貴重なお時間でこうやってもう西部さんの最後にご覧つけていただいて、ということでね、まだまだ本当にね、盛岡の夜話は尽きないんですけれども、最高のね、人々に溢れてますので、ぜひ皆さんおいでくださいませ。僕らもいるかもしれませんよ。ということで、はい、それでは西部さん、最後にですね、チャンネル登録よろしくねっていう、はいはい、こういうくだりがあるんですけど、もう付き合えたらでもいいですか。あの、ありがとうございます。では、行きましょう。せーの、チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録よろしくね。ありがとうございます。それでは皆様、また次回の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイバーイ。西村さん、ありがとうございます。サインクラブの皆さん、ありがとう。